森市ア津田沼は千葉県奈良市野市の津田沼駅南口前に立地する複合商業施設である。2008年3月、複合商業施設サンペデックの名称変更を含め全面リニューアルした。森市シアショップ、森市アレストラン、森市アオフィスの3つのゾーンから構成され、駐車場は地下2階のほか、立体駐車場と平面駐車場が1カ所ある。 2008年4月18日、3階全体に山田電機ラビー津田沼店が出店した。2017年8月31日、各店舗の4森市や津田沼店が営業終了。4ディテールから大英へ、九州分割方式で営業権を移譲し、数日間の改装を経て9月5日に、大栄森市や津田沼店として、リニューアルオープンすることとなり、 大英としては12年ぶりの投資施設への再出展となった。サンペレックは森市や津田沼の全身の複合商業施設。戦前、津田沼駅周囲には陸軍鉄道連隊が設置され、戦後、南口の同施設跡地に津田沼町立第一中学校が開校した。1972年、同校は500メートルほど西に位置する商事が池跡のくぼ地に移転し、 駅前の再開発が行われた。1978年10月、駅南口に奈良市のサンペデックが奈良市の文化ホールと総合商業施設の複合施設として、駅前バスロータリー、ペデストリアンデッキと共に設置された。所有者は日本生命保険総合会社で、当初の主要テナントは高島屋と大英であった。開業時は、 大英の完全子会社津田沼大英の運営。後に1988年8月28日をもって高島屋が撤退し、その後地も旧大英が借り上げてディスカウントストアエキゾチックタウンを開店した。エキゾチックタウンを加えた大英津田沼店の店舗面積は当時日本最大であり売り上げも日本一を記録したこともある。後に男女別に改装され、 両者が若干離れた位置となったが、以前は2階中央付近に、トイレが2箇所あったのは高島屋が存在していた、当時の名残であり、大栄と高島屋が壁で仕切られていた名残か、階段もこの付近に2箇所ある。2002年4月25日、旧大栄津田沼店全面改装の際に、エキゾチックタウンは旧大栄津田沼店に吸収された。後年、旧大栄津田沼店は、 イオンの津田沼出店も影響して業績が悪化し、大英本体の産業再生機構からの支援が決まったことから2005年11月30日に一度全面撤退した。津田沼駅南口は北口に比して、駅前再開発が著しく遅れ、サンペデック開業後も東側は、千葉工業大学津田沼キャンパス、西南側市街化調整区域で畑が広がる状態が 長らくの間続くなど一時証券の広がりに乏しく、1998年、西側隣接地にテナントビル、ブロックが出店するまで事実上の効率店舗状態で、集客面にやや難があった。2007年、懸案であった、他日1.67丁目の土地区画整理事業が、奈良市の市により、着手、2013年4月には、同地区に、 奏の森フォルテが出店するなど商業環境も変化しつつある。サンペデック内テナントは、旧大英を通して契約するものと、サンペデックと直接契約するものと2種類存在した。SC 契約の場合、電話回線は、大英内の電話交換機を使用して、旧大英津田沼店の売り場及び建テナントと内線で通話が可能だった。前者は、 サンペデックと直接契約を交わして存続する一部を、除き旧大栄と共に撤退したが、後者はその後も存続した。なお、モリシアに転換されるにあたり、テナントが変わることで店舗の間取りの関係から減、モリシアレストラン側エレベーターの地下1階、および減、モリシアオフィス側エレベーターの地下1階と3階は、通過する処置が取られ、 モリシアオフィスのエレベーター横の階段も2階と4階の間閉鎖されている。旧大英撤退後、日本生命は所有権を野村不動産に売却した。出店テナント全店舗の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを参照。レストランを称するが、実際に飲食店が出店しているのは8階、9階、11階のみで4階から7階は専門店。 10階はカラオケボックスである。店舗により異なる。詳細は公式サイト、営業時間のご案内を参照。旧サンペデック時代、建物西側に小規模な平面駐車場があった。森市厚田沼になり平面駐車場が閉鎖された。2014年現在、旧第4駐車場は金の森地区の一角となり、旧第2駐車場は奈良市の市による、 都市再生整備計画が進行している。ありがとうございます。